私の名前はコンコマルつかさ。自慢じゃないが、お笑い芸人を目指している。私の実家は小さな港町だ。磯の香りと、もろい船、町にある唯一のおしゃれスポットは、洋服のシュアムラだ。そんな港町に夕日が差して、高校卒業と同時に町を離れる奴も少なくない。だが、私。いや、俺は違う。俺は、この港町が好きだ。磯の香りに、船着き場の桟橋、夜に聞こえる波の音に、みんなに愛される洋服のシュアムラ。何より、漁師をしている親父の後ろ姿が好きだった。頑固で、無口で、酒好きで。母ちゃんが死んでから、一切笑わなくなった親父。それでも男で一つで、俺を育ててくれた親父。俺も、大人になったら、後を継いで漁師になると思っていた。あの日までは。ある日、町にテレビがやってきてさ、珍しいから町のみんな集まってたよ。小さな地方のローカル番組だったと思うけど、タレントさんとか、なんかテレビで見たことある芸人さんが歩いてたんだ。するとね、カメラが回ってない時に芸人さんが俺たちにサプライズで突然ネタをやり出したんだ。その芸人さんは、星の名前がつく芸名で、ネタの内容は、肘の神様に感謝をするネタで、俺たち人間が当たり前のように腕を回せているのは肘の神様がいるおかげで、確かに言われてみれば、生まれてきて当たり前に腕を回しているけど、そこに至る前には肘が必ず必要で、もし肘がなかったら俺たち人間は腕を回すことができないという、肌に舞いすぎて誰も気づかなかった盲点に着目し、さらにそこに信仰の対象となる神様の存在を加えたことで、俺たちが常日頃から腕を回せるのは肘神様のおかげだという新たな神秘の発見に感謝の祈りを捧げ、肘神様の歌を歌いながら歌うというネタだった。突然のことにみんなびっくりしたけど、徐々に笑い出して大爆笑。ふと隣見たんだ。親父がね、笑ってたんだよ。たったそれだけ、たったそれだけのことが俺のお笑い芸人を目指すきっかけになって、俺も街を飛び出た。親父に言われたんだ。都会は危ないから難癖づけられないように言葉遣いに気をつけろ。だが気持ちで負けんな。芸能界はいろんな奴らがいるから、そいつらに負けないキャラクターを作れ。テレビ楽しみにしてるぞ。普段テレビ見ないくせに。親父、待ってろよ。俺は、いや、私は、今日、夢の一歩を叶えてみせるのだ。なあ、いい話だな。いい話だけど、もう俺が突っ込むところねえな。私はな、私はな。だから違うんだって。話を聞きなさい。コンゴマルさん、落ち着いてください。夢をバカにされて、落ち着いて、いられるか。ですね、僕たちが聞きたいのは、これは、マイクロソフトの面接じゃないのか。マイクロソフト。貴様、何を言っている？何よって。ここは大手企業のマイクロソフトの面接会場じゃないのか？貴様、何を言っている？だから、ここは、マイケルンリフト。ちょっと違うね。マイケルンリフトです。マイクロソフトではなく、マイケルンリフト。ここは、
お笑い芸能事務所マイケルリフトのオーディション会場です。お笑い芸能事務所マイケルリフト。その昔、代表のダイモンが大学のスキー合宿に行った時、頂上に向かうリフトにうまく乗ることができず、好きだった子に笑われてしまった過去から、いつかリフトに華麗に乗れる、そんな男になりたいという思いを込めて付けられたのが、マイケルンリフトの始まりと聞いています。まあ、そんな感じはしてたけどね。あの頃、私は若かった。え？ちょっと待ってください。ってことは、今僕たちがやってきたのは、面接です。何の？お笑い芸人の、さっきのアピールは？芸人で言うネタ見せです。これに合格したら、我が社所属の芸人としてデビューしていただきます。もうトリオ組めばいいんじゃない？トリオ。そうなの？それ、そういう面接だったの？あれ？話違わない？違うよね？だって工藤さん言ったもん。マイクロソフトの面接だって、あれ？間違いなの？え？ちょっと待って。ってことはさ、あいつは、あ、そうか。弟はお笑い芸人になりたかったってこと？え？そうなの？あいつが芸人に？マジか。嘘だ嘘だ、何かの間違いだ。私は確かにマイクロソフトの会場に着いたんだ。時間ギリギリだったけど、会場の入り口にもちゃんと名前が。あマイケルリフトってちゃんと書いてある。名前言えるから間違えたのか。しかし、送られてきた面接会場の住所に間違いは。あの、もしかして隣のビルと間違えていません？え？送られてきた住所のビルの名前は？東京新宿中央ビル。隣ですね。え？隣です。ここは？東京生命中央ビル。隣は東京新宅中央ビル。ここは東京生命中央ビル。私が行くはずなのは東京新宅中央ビル。間違えた？会場隣と間違えた？そうですね。そもそも今日面接予定だったのは金剛丸さんと山田さんの2人のみでしたし。え、でもなんで椅子が3つあるんだ。じゃあ、え、ちょっと待ってください。気づいていたんですか？気づいていたならなんで言ってくれなかったんですか？それは代表が踏み込みで切ってきた熱烈の応募者だと。違いますよ、噛み合ってなかったでしょ。履歴書のくだり、噛み合ってなかったでしょう。違和感に気づいてくださいよ。ごめんなさい。ダイモン弱えな。とにかく、電話、電話しないと。もしもし、すいません、お世話になります。私、本日の面接予定の工藤と申しますが。はい、はい。いや、違うんです。いろいろ手違いと言いますか、トラブルがありまして。いや、確かに時間は過ぎてますが。え？ちょっと待ってください。今、隣のビルに。時間、とっくに過ぎてますもんね。間違えた。必死に積み上げてたどり着いた面接だったのに。どうしよう。どうしましょうか。頑張らないと。もっと成功しないといけないのに。私は、
山本さん。え？あ、はい。先ほどの反応からすると、あなたも会場を間違えられたのですか？いや、違うね。え？いや、僕は。しかし、今日の面接予定には確かに山本さんの名前があります。なのにあなたは工藤さんと同じ反応をされました。なぜですか？それは、ごめんなさい。本当は僕じゃないんです。どういうことですか？実は、今日面接に来る予定だったのは、弟の山本雄一。僕は兄の山本慎一。僕たちは双子の兄弟なんです。本来は弟が来るはずだったみたいですけど、今朝なんか弟がインフルエンザにかかってしまったと連絡が来て、それで代わりに面接に行ってくれとお願いされて、実は僕はニートで、弟がお金をくれるからと言って、それで。なるほど、そういうことですか。はい、本当に本当にすいませんでした。なんかコント見てるみたいだね。ただこんなことしてあれなんですけど、弟の面接は改めてやってあげてください。才能めっちゃあるやつなんです。僕と違って何でもできるやつなんです。ネタも僕なんかで面白いのを考えてるはずなんです。お笑い目指してるなんて初めて知ったけど、普段お金でこんなこと頼むとか絶対しないやつなんです。そうまでしてつなぎ止めたかった面接だと思うんです。悪いのはこっちだって分かっています。無理を言ってるのも分かっています。でもどうかお願いします。弟にもう一度チャンスをあげてください。お願いします。まあ無理なのは分かってましたけど、僕はやっぱりダメだな。本当に皆さんすいませんでした。山本さんは自分が嫌いですか？嫌いです。そうですか。では弟さんは嫌いですか？嫌いです。でも憧れているんだと思います。そうですか。工藤さん、工藤さんは自分が好きですか？では失敗や間違いが怖いですか？怖いです。それはなぜですか？成功し続けないと。ヒカルくんはまた満点です。みんなもヒカルくんみたいに頑張らないとダメですよ。ヒカルはすごいよね。なんで同じ塾通ってんのにこんなに違うんだろう。お前の弟は普通なのにな。山本くんちと逆だね。ねえお兄ちゃん、算数教えて。塾の先生なんかよりお兄ちゃんの方が分かりやすいもん。あと怒らないから。ヒカルは最近カズキに勉強教えてるんだろ。さすがお兄ちゃんだな。しっかり教えてあげろよお兄ちゃん。ねえお兄ちゃん、昨日テレビで面白い番組やってたの。笑い芸人がたくさん出ててね、すっごい面白かったの。あ、でもお父さんには内緒だよ。見ちゃダメってすぐ言うもん。でもさ、なんであの人たちって熱いお風呂に飛び込むの？なんでだろうね、面白いからかな。
面白いかな。カズキったらいつもいつもお兄ちゃんの真似ばっかり。この間なんか向かいのおばあちゃんにヒカルのことを自慢してたのよ。本当にカズキにとってヒカルは自慢のお兄ちゃんなのね。兄ちゃん見て見て、この前見てたテレビのお名前どう？似てる？似てた？似てたでしょ。僕勉強苦手だけどお名前は得意なんだよ。そうだ、今日の夜も番組あるんだ、また一緒に。母さん、今日もテストで100点取ったよ。あら、また100点なの？さすがはお兄ちゃんね。じゃあ、カズキに報告しなきゃ。あ、カズキ君。ほら、カズキ、お兄ちゃんまた100点取ったって。すごいね。嬉しいね。また次も頑張ってくれるよ。楽しみに待ってようね。父さん、今日生徒会長になったんだ。そうか、さすが自慢のお兄ちゃんだな。きっと和樹も天国で自慢してるぞ。もっともっと頑張らないとな。前半中盤とあんなにふざけてたのにさ、後半急に怒涛の感動ラッシュなの。父さん、母さん、今日有名な会社に就職決まったよ。そうか、お前なら当然だな。よかったわね。じゃあ今日は家族の好きだったハンバーグにしましょうか。あの子もきっと喜んでるわよ。私の名前は工藤光。自慢じゃないがエリートだ。小さい頃からスポーツ万能、成績優秀、小中高と生徒会長も務めていた。思えば昔から周りに期待されて生きてきた。学校、友人、親戚、そして家族。この家族って、ああ、それに応えるのに必死だった。もちろんそれが辛い時もあった。友人たちが日が暮れるまで外で遊ぶ中、私は塾に通い、家に帰っても時間さえあれば机に向かった。それを疑問に思う時もあった。だが人はいつの間にか、人はいつの間にか慣れていくしかないじゃないか。和樹くんがいないことにもってことかな。当たり前にするしかないじゃないか。頑張らないと、成功しないと、私は自慢の兄ちゃんなんだから。成功し続けないと誰も見てくれなくなるからです。そうですか。金剛丸さん？何するんだ金剛丸さん。もうネタをやめてくるんだ。俺の体力が持たねえから。じゃあセーブしよう。